はい、どうもこんばんは、達也です。 Life is Strange 続きをやっていきたいと思います。ウォーレンさんからね、ここのドアを開けるのにどうしたらいいって聞いたら、これを作れっていうメールを送ってくれたんですけど、確実に爆発させる気ですね、これ。デイビッドに勝ち目はないね。グラント先生の行動が早かった。結局カメラは置かれないのかな。ウォーレンが科学オタクでよかった。材料を探してみよう。探そう。多分でもトロフィー、なんだっけ、科学室、ウォーレンがいた部屋だよね。あ、これで入れよ、缶。缶はここでゲットできるね。普段飲まないけど。缶ゲット。必要なものはあと3つ。科学室、ここだったっけ。ここだね。ホルマリンの匂いって嫌い。 B マイナス、なんかがっかりだな。そういう私は落第ギリギリだけど。ん？俺ダメだった。これ僕のせいかな。お、成績を変える？姉さんの件もあるし、もっとサービスしたいけど、これで勘弁してね。マイナスよりプラスの方がいいよね。いつもありがとう、ウォーレン。マジ？いいのか。まあいいや。サービスだぜ。違う違う、それじゃない。砂糖。砂糖発見。あと、ダクトテープと、ウォーレン。心配してる。俺ほんといいやつだな。てか意外とみんないいやつも多くてね。生物学、あ、グロい。うん。周期表というか、周期って何？テープ、テープ。自分でもいいとは思ってないよ。なになに？教科書。塩素酸ナトリウムは除草剤なんだ。先に言っといてよ、ウォーレン。除草剤を探せばいいんだね。僕には疎いけど、これは絶対に塩素酸ナトリウムじゃないよ。塩素酸ナトリウム発見。なんでタバコ加えてんの？写真怖いよ、これ撮ったら。うわ、電子タバコにすればいいのに。撮る。また取れないかな、これ。わざわざ能力を使うまでもないよね。そこの椅子を持ってこよう。はい、ありがとうございます。残る材料は一つ。あとテープだね。テープどっかにないかな。ここにはないかな。あ、後ろのドアか、これ。この部屋にあんのかな、テープ。
みんな寝てる。起こしたくないけど、写真撮りたいな。うん。こんばんは、お魚さん。写真撮る。ありがとう。いいのが撮れたよ。オフ。では夢の続きを。テープないのかな。ジェファソン先生の授業でテープを使ったはず。あ、そうなんだ。こっちかな、じゃあ。映画のワンシーンみたい。怖いよね、学校の。本当、夜中の学校。私がバカなことを言ったせいでジェファソン先生が窮地に、自分が嫌になる。いや、そんなに先生のせいだとは。材料を探した方がいいと思うな。言ったつもりじゃなかったんだけどね。なんかこの選択間違えたかな。悲しい時でも世の中のいい面を見ようとしてたんだね。評論家マックス曰く、ダニエルは写真家よりイラストレーターの才能がある。ビクトリア、これすごくいい。こんな写真を撮ることができるのに、人としてネイさんの作品は気味が悪いけど、独特の雰囲気がある。タバコ。ビクトリアのタバコ？ジェファソン先生は感心しないだろうね。あった、テープ。いただきます。よし。クロエの驚く顔が見たいな。戻るとしますか。登場。これ試してみよう。ドカーンとね。よっしゃ、派手に行こうぜ。いや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 。火をいただけるかしら。止まんないぜ。マジかよ。さあ離れて。わお。マジ最高。すげえな。オーレン様様だな。やばい、やっちゃった。これじゃ警察と消防が来ちゃうって。え、どうするよ。ん、どうすんの、どうすんの、どうすんの。あー、もうなんとかしないと。ん、なんか入る。頭を使おう。巻き戻せば何か見つかるかも。キュイーン、キュイーン。戻して、はい。お、あ、そういうことね。中から開けますよ、クロエさん。どうぞ、上がってって。なんてこったい。魔法かよ、どうやって入ったんだ。教えろよ。友達のおかげかな。よし、早く始めよう。すごいね、これ。時間戻すというか。通りで鍵なんかかけてるわけだ。
どれもこれも高そうなもんばっか。すごい力だなこれ。さて、何かないか探すぞ。なんだこの鳥、ほんと趣味悪い。退学になってよかったよ。それって校長の趣味が良ければクロエは退学にならなかったってこと？ほっとけ、私は机の上の書類を当たる。この椅子、ダサいけど座り心地は最高。絶対足上げると思った今。マックス、分かってるよな。レイチェル、ケイト、ネイサン、誰でも何でもいいから手がかりを見つけよう。もちろんだ。さて、本。大きくて使いにくそう。大きくて使う。間違えた。ママからも。ありがとうママ。そうそう。会いにくそう。ウイスキー。この学校の校長なら無理もないよね。ファイル。何もなし。さてさて、ランプつけようか。お。ケイトのことがまとめられてる。気弱で優しくて。学校では浮いてた。うんうん。うんうん。あとファイル2つだね。これは関係ないね。絵の具をこぼしたようなひどい絵。ファイル。山積みになってる。関係ない。ん？おかしい。こいつの記録に問題点がないなんて。なわけないでしょう。ブラックウェルの誇りです。だって自分のファイルだ。読まなくないわけがない。お、本人をマックスと呼ばれることを好みます。うんうん。警備と対立していましたね。やっぱりそうですよね。どうせ優等生って書かれてるんでしょう。うん、優秀な成績をキープし、書かれてますね。ウォーレンに犯罪歴がないか確かめないとね。非常に優秀な生徒です。良くも悪くも口がうまく。ファイルはあと一つ。きっとどこかにあるはず。レイチェルは特に問題を抱えてなかったみたい。警察の捜査についてはあまり記載がないな。情報があるわけでもなく。大学にした校長を責められないよ。本当に不良だ。クロエ、あ、これクロエ。なんかちょっとやっぱ雰囲気違うね。
駐車場でスプレーで落書きをしてめちゃくちゃしてたんだね。全部見つけたかな。これで全部見つけたはず。クロエに合流し、いじめや脅迫はプレスコット家の伝統みたい。もう自分のことばっか考えてんだね、あの人たちは。手紙。もし署名してたら違う結果になってたかな。あ、やっぱりカメラつくことになったんだね。さあどうなるか。これは近くで見ると悪くないね。うんこんなもんかな。クロエ、マックス、ちょっとこれ見てみろよ。レイチェルが麻薬を所持しているとネイさんが訴えた。なんだと。私に悪影響が及ぶと考えたクソ親父もそれに同調しただと。デイビッドとネイサン・プレスコットが組んでるならまずいね。なんだって。ネイサン・プレスコット三世、大した名前だぜ。プレスコット家はネイサンの本当の記録を金で揉み消したな。学業不振、教師からのクレーム、謹慎処分。私よりひどい。お金で何でも解決してきたんだ。あいつね。そっちのノートを開いて。ただの落書きだろ。違う。ほら、レイチェルは暗い部屋の中、暗い部屋の中。なんだそれ。それが永遠と。行かれてる。どういうこと？どういう意味なんだ。姉さんはマジでおかしい。絶対にレイチェルの失踪に関係してる。まあ関係はしてるだろうね。デイビッド M はいつも聞いてくる俺の頭の中のこと。デイビッド M が従うルールに俺も従う。何なの、こいつらグルなんじゃないのか。相当来てるな。デイビッドはケイトや私に絡んでただけじゃなく、レイチェルにも嫌がらせしてた。ガレージにあるあいつのファイルを調べるしかないね。うん、情報は手に入れたし、さっさと帰ろう。でもその前に手土産を。この椅子はダメだからね。心を読んだのか、それとも私が椅子を盗もうとして巻き戻した。ややこしいな。親友だから考えてることくらいわかるよ。もう出た方がいいよ、調子に乗りすぎ。おっと、これは何かな。マジかよ、金だ、ラッキー。いや、障害者基金にしては大金だね。5000ドルある。5000ドル。フランクに金を返せるぜ。これで奴の気も収まるだろ。なかなか入ってるね。なんだよその顔、まさか巻き戻して独り占めする気か。説教よりはマシだけど。お金お金盗む。お金盗んでいいことある。たまにはやっちゃおうか。盗め。フランクはレイチェルについて何か知ってる。お金があれば聞き出せるかも。そういうことね。さすがマックスだ。残りの金でポートランドまでドライブだ。散財するぞ。タトゥー、ビール、ドーナツ、パウエルズで本も、あとストリップクラブなんてね。でもいいかも。マジか。お金を取ってしまって最低の気分。もう取っちゃおう、たまにはね。ついでに悪いことしちゃおう。そうしても姉さんは本当にあいつはダメだな。ただあのデイビッドはね、いいやつなのか悪いやつか、ちょっとね、もうなんもないかな。ないよね。窓とかなんかないかな。
ないね。デイビッドは分からん。嫌な予感がするな。人泳ぎだわ。今ならプールに誰もいない。泳ぐってこれ以上無茶する気？今週は散々だったし、少しはハメ外したっていいだろ。どうせ仕事は終わったんだ。金も手に入れたしさ、ちょっとだけだって。そうだね、それもいいかも。行こう。お、いいノリだ。だんだん染まってきたな。もうやるときはやっちゃおうか。本当に来ちゃったよ。そんなことより温水プールだ。いいね。使わないように用心しようね。私生徒なんだし。その力があれば怖いもんなしだって。クロエすごく楽しそう。ここは彼女の悪巧みに乗ってあげよう。そうだね。たまにはね。よし、トロフィー。行け、オッターズ。どっちにする？ん？それはもう普段行かない男子更衣室でしょ。もちろん男子。やはり変態か。そうですよ、温水になってっかな。ん？どっちにあれ？には入れないんだね。じゃじゃん。よっぽど愛好心がないとこれは着れないね。廊下のロッカー。努力は認めてあげようかな。かなり好きみたいだね。あるある。子供の練習用だよね。ザックのジャージなんか触らないよ。携帯電話。ザックは不注意だな。私が見るとも知らずにさ。結構覗き見するよね、マックス。なんだそれ。ホーレンのロッカー。ジェファソン先生の教室で加工したんだ。でも、なんで？加工ってこれ、一緒に撮った写真じゃないってことですよね。なんでって、もう一緒に写真撮りたいんでしょうよ、俺は。めっちゃ好きだな、俺は、マックスのこと。姉さんの処方薬、いろいろあるみたいだけど。ほほう、何飲んでんだあいつは。電子タバコ流行ってるな。さすが男子更衣室。いやいやいや、落書きがいっぱいあるな。ほんと男子は下品だな。読めねえわそれは。時代錯誤だ。分からない、意味が分からない。あっそう。アイラブオーレン。鏡。マックス・コールフィールド、モラルの体現者。それか、ほとんど空だ。男子も一応手を洗ってるのか。うん。
もうなんもないかな。溺れたらここに来ればいいね。なんかいっぱいあるな。カワウソパワーだ、オッターズ。イエイ。コーヒーと水泳、いい組み合わせ。ハロウィンのかぼちゃ。光と闇が私の思いのままに。つけていいのかな。かわいい、ハロウィンの赤ちゃんかぼちゃ。プールの電気をつけてよ、ムードを出そうぜ。いい雰囲気にしてどうするつもり？バーカ、いいから早く。はい、つけますよ。もうちょっと調べたいな。でもこっちはあれか。レイチェル、女子更衣室か。ひどい言葉。落書きばっかだね。なんか大事な情報は集めとかないとな。ブルックはウォーレンとドライブインに行きたいみたい。でもウォーレンはマックスと行きたいんだね。断っちゃったけどね。靴下。もう片方はどこに？カビの生えたシャツ、汚い。タオル。何このふかふかのタオル、欲しいな。プールに足ひれ？海軍のフロッグマンでも育成してるの？バスの切符？逃げようとしてたの？レイチェル・アンバーみたいに。どっか遠くに行こうとしたのかな。ビクトリアのロッカーを見ないといけないでしょ。ビクトリアの秘密は自撮り？散々私をバカにして。いや、ダメだ。芸術家が憎けりゃ写真まで憎い。これいい写真だよ。みんなロッカーにはいろんなの隠し持ってんだね。オッケー。電気つけようか。この辺りに電気の制御パネルがあるはず。これだ。もう脱いでたよね、今。黒い。早いな。はい、ということで結構時間が経ったので今日はここまでにしたいと思います。特にございません。はい、ということで今日も見ていただきありがとうございました。達也でした。おやすみなさい。